書いてますね。釜って書いてます。あ、塩釜、塩釜って書いてます。もう完全にねむき出しになって、まあね、完全に倒壊するのを待ってるような、まあ、そんな状態かなと思いますね。ドライブイン53号線、お城のドライブインっていう肩書きで営業されてたみたいです。中には椅子があったりとか、まあ緑十字のマークがあったりとか。はい、というわけでね、始まります廃墟シリーズ。ここね、ちょっとね、岡山から津山に行く途中なんですけど、これは何だということで、よく見たらね、お酒、日本酒とかね、いろいろ書いてる、もともと多分ね、ここ、酒屋さんがあったんでしょうね。これ階段で、まあ、登って、行くみたいな、感じだったのかなと思います。でね、今日はまあ以前もね紹介したんですけど、だいぶね草もね少なくなってというか、枯れたりとか色づいてるね草とか葉っぱが増えて、なんかだいぶ散策しやすい、季節になったということで、ちょっとねまだだいぶ先にあるんですけど、一の丸ドライブインっていうのが、この先にあるんですけど、まあ、ちょっとね歩いていろいろその風景を紹介できたらなと思います。もうねかなり綺麗にね、色づき始めて、またいい雰囲気になってきました。この辺もねなんかお家があったんですよね。なんか書いてますね。釜って書いてます。あ、塩釜って書いてます。塩釜ね、立ち入り禁止ね、まあ、多分所有者がいないのでどうすることもできないような状態なのかなと思います。本当に管理する人がいないから、やっぱこうして町が、まあ、こういう対策を取ってんのかなと思います。もう完全にねむき出しになって、まあね、完全に倒壊するのを待ってるような、まあ、そんな状態かなと思いますね。すごいですね。昔ねドライブインがありました。今はね本当に所有者がいなくて、でまあこの辺も町が管理してるのかな、まあ、倒壊のね危険性があるので、やはりこれもね安全防護柵ですかね、設置されています。もうずっとねこういう状態なんですけども、まあどこの話を言ってるのかというと、まあこのね真ん中というか、この国道53号線の右手にある、草木に包まれたこの、建物、まあ、ちょっと原型がねちょっと草でね葉っぱとかで分かりにくいんですけど、まあ、よく見るとねこれお城なんですよね。お城なんですよ、まあ、ただし本当に倒壊の危険性があるので、でちょっと今防護柵をしてるという状態なんですけどね、この歩道がねやっぱりねちょっと
危ないですよね。まあ、元々ドライブインだったんですけど、1970年代ぐらいに、まあ、亡くなったのかな、なんかいう話を聞いたんですけど、まあ、こういうドライブイン中に、ね、お食事所があって、なんか焼肉定食とか、まあなんかそういうがっつり系あったりね、まあ、宴会とかできたんでしょうね、その当時は。ちょっとね入らないですけど、まあ、このポールというかあったんで、まあ、ここから歩道からだったらまあ全然問題ないので、まあ、ドライブインだね、これ。でも本当にまあこの 入らないでくださいっていうのは、おそらくまあこの建物というか、まあ、棒というか、まあ、このなんていうのかな看板が落ちる可能性があるので、まあ、それ含めまあ立ち入り禁止になっているのかなと思います。まあ、ここがね、前がトイレだったのかな、トイレで、ここが駐車場で、まあ、一通りあのなんだろうな、車がこうずらーっと止まって、まあちょっと仮眠取ったりご飯食べたりということなんですよね。でここは何だろうな、まあ、これも多分お食事どころっていうか、まあ、テイクアウトみたいな感じだったんでしょうね。ここもね、ドライブイン53号線、お城のドライブインっていう肩書きで営業されてたみたいです。中には椅子があったりとか、まあ緑十字のマークがあったりとか、一時は工事の関係の建物だったのかなっていう感じで、今もゴミがかなり散乱してますけど、まあ、この当時はね、多分これが、ね、光って、まあ、いい雰囲気を出して、で、まあ、あれもね、なんか昭和っぽい感じでピカ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 光ってたんでしょうね。まあ、その当時の映像とかねあればいいんですけど、まあ、今はもうなんかいろいろ調べたんですけどないっていうね感じなんですよね。かなり倒れて危険な状態ですけどね。この所有者が本当にいないんでしょうね。本当に崩した方が、ね、安全のためすごいいいんですけど、はい、いう感じで今日はねお届けしました。まあ、2階かな、1階あって、あのお城が 2,3 階ぐらいまであって、まあ、その当時は上まで登ったらかなり眺めが良かったんでしょうね。さら地にするドライブインってもなかなか最なんか結構まあずっと残ってるやつが多いんですよね。まあ、営業再開を見込んでまだ置いてたりしたのがずっとそれが長引いて現在に至るということなんでしょう。というわけで、まあ、その当時はやはりこの道はね主要な道路だったんですけど、もう今となってはね、まあ、もともと主要なんですけど、まあ、高速道路できたりとか、まあ、別にそこ通らなくても他にも行くとこいっぱいあるのでっていう背景があって、ドライブインっていうのも姿を消していったのかなと思います。というわけで今日もねありがとうございました。また次回もねよろしくお願いします。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。皆さんご視聴ありがとうございます。
今回ご紹介するのは裏番スピチューブですね。こちら編集してない動画や上げにくい動画はこちらでアップしておりますので、ぜひ検索してみてください。裏番スピチューブで出てきます。ぜひよろしくお願いします。